さあクルーメイト行きましょう。クルーキッチンたんわき。これは欲張らないの、欲張らないの武器、この武器姉妹です。で欲張って、あ、これはいける、これは絶対いけるよ、これは絶対にダウンロード完了する。そんなすぐ治るわけないもん、キッチンは俺だけだし。ほらね、ほら、あ、見てます、見てます。メインか、メインからエレキに降りていってます。私メインから、コミュマイ通路まで走ってますが、はい、コミュサボだった段階でメインからエレキに藤宮さん降りてます。全く一緒の動きを7弦でやっていて、メイヤ君がと直してたので7弦メイヤまで無理です、はい、最後私がコミュサボ入ったの誰も見てくれてない。あ、見てる、でも直った後だから白は出せるんじゃない。そうだね。あ、高田さんに白出せます。はい、あそこもまあ無理そうかな。一応宿舎脇で最後ミーティングに来たって感じ。はい、貨物で浮いてます。はいはい、アーカイブ脇です、うん、あれ、うん、あ、どうぞ。あ、展望で浮いてます。え、ガミさんどうやって展望いったんですか。え、ずっといますよ。配線ダウンロードアップロードです、うん、え、キッチン脇ですか。はい、メヤさん最初武器交換来ましたね。あ、ガミさんごめんなさい、俺タン脇だと思ってました。あ、ごめんなさい、はい、キッチン脇です。はい、はい、その源さんが藤宮くんを見たのどんぐらいですか。小見さんもなってちょっとですね。私シャワーでタオル出す子のタオル拾い終わったぐらいのタイミングで小見さんがなり、うん、メインに戻ったら藤宮さんが除染室から出てきて私と完全に並走して、あのメインの真ん中のところで藤宮さんが下に下っていったと。で私は左に流れたっていう感じで、うん、いやピカさんそこで見られてるなら間に合わなそうだけどな、キルシェさんって思ってほしいな。除染に、7個、藤宮が除染やってるところで私配線やってて、うんうん、その後まっすぐ向かってるから、無理ですね。そうね、ピカさんが急いで追っかけて降りてきても、うん、向かってもちょっときついかなって感じ。そうよね、だったらトス神の方が怪しい位置になるよねってぐらい、うん、一応梅剣シャワーです。アルマワーと、エンジン脇、エンジン配線、宿舎前、ダウンロード金庫、どのタイミングでコミソ入ってあるの。ダウンロード中とか、ダウンロード中じゃないかな。でもまあもう金庫に入った瞬間ぐらいで停電開けボタンって、あ、停電じゃない、コミソ開けボタンって感じ。メケンさんはできるかな。アルマさん自身ではアルマさんよりメケンさんの方ができそうかな、うん、まあてか僕そもそも脇がエンジンなんですけど、メイン脇とか見られてない時点で入り込めなくないですか、そっちは。なんかむずそうな印象。キッチン脇も2人いるし、確かに確かに。むずそうな印象が。なんかエンジンベントでキッチン飛んで石油エレキに抜けて切るぐらいしかないから、相当むずいと思う。ああ、そうだね。ああ。メイン上がって死んでるとかはないの？そういうのも多分なさそう。だからメインから行ってるから、あんま考えにくいけどね。うん。なるほどね。高田さんと梅健さんとエンジン脇、梅健さんはエンジン配線だね。どうだろうな。むずいな。ちょっとわかんないね。サントスさんが出ていったと。いやはい、はい、停電直しました、はいはい、もうちょっと情報補足すると、メインで私が分かれたタイミングですでにコミサボが鳴ってたんですね。で藤宮さん下っていったっていう時系列から考えると、まあシンプルに考えたら上げ上げかぐるぐるやりにいってるんじゃないかなと思います。死んでる場所もその辺じゃないかなと、もう一個今回のエルケの構造って今確認したら7、4、5、6、9って感じのなんかちっちゃい逆、うんうん、あの大型というかなんかその凹、はい、み型だったんで、はい、多分往復してメインには戻れないと思います。時間的に考えると、はい、上げ上げやっててもね。うん。梅健さんってアーカイブ脇からやったタスク聞いてもいい？アーカイブ本タスクを3冊しまったぐらいでコミュが鳴って4冊目しまって、最後シャワー降りて奥のところかな。でタスク探し。うんうん。うん。まあ、サントスさんが貨物からエレキまで行ってキルしたパターン、メイキンがシンプルキルしたパターン、まああと
なんかガミさん本当っぽいから、どっちかというとアルマ君かな。はい、ガミさんでも出ていいんじゃん。キッチンでペン置いた後走っていけばできるから、別に。僕の場合はあれかな、エンジン脇で宿舎行って、証拠機左弁当使って高畑に見られないうちに、うん、とかそういうのくらいか、うん、一番優先度が低いと思う、うん、4人の中で何が高い、宿舎何が高いから、うん、本当に後半でないと僕に合うし、アルマはそう、なんか合間を縫うのがすごく難易度高そうだから、アルマさんは一番容疑者の中では、うん、ではガミさんの方か、うん、普通のスメガミが優先度高いと思う、スメガミ、はいはい、まあまあその中でもまあ、みんながどんぐらい納得しか分かんないけど、ピカさんをいち早く白くしようとしたのは僕です。ああ、まあそれは確かにね、ある。ピカさんと梅健さんの二人が以外あんまり利がないなって思った。うん、梅健さんが人外の場合でピカさんができなさそうっていう情報だそうね。うんうんうん。なるほど。うん。まあ、ピカ、梅二人外の場合もあるから何とも言えないけど。まあでもなんか私は多分他梅健さん以外からでも白出せられる位置なんですよね。うーん、どちらにせよ七子さんからも多分あの整理すれば納得してもらえると思うんで。なるほどなるほど。そう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 、まあ、一応ピカさんがその米沢の前にいるのは俺もしっかり見えてるんで。えでもピカさんがだって私白出ないんだってちょっとショック受けてたところに僕助けたんですよ。いや分かるよ分かるよ。ただあの状況的には出し得ではあるよなっていう印象はしてるから、ね、いやいや、梅健さんが自害でも言いたい気持ちはめっちゃ分かる。分かる。10名が濃厚から梅健さんの意見は割と白っぽく感じちゃったけどな。どうなんだろう。はたそことキャモツ赤青赤赤青赤赤青赤エイムがクソだな。赤青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 。ちなみにさっきの梅県からのピカクロスの白を出しているっていうのに関してあの補足すると、その後サントスさんから中野くんの明確な白を出しているので、あの、うんうんうん、新章はサントスさんもいいよ、うん、さっきの素数梅神で聞いてると一番新章良かったのサントスさんだったから、さっきの話だったね、うんうん、あのちゃんと聞いてるなって感じ、その中野くんのキルの動きが無理そうっていうのはそうだなと思うから。確かに。もろもろ含めるとやっぱガミさんか。ガミさんか。ガミちゃんが一番黒く見えちゃう。今の僕はあの今の行動がっていうだけなんで、あとは分からないですけど。まあ複合的に考えればね。ガミさん。人間でしょ。僕のことは殺さないでください、ガミさん。わかりました。僕のことは殺さないでください。僕マトです。任してください。僕マトです。コミさん直してまーす。エンジン来てくださいってどういうことやね、エンジン来てくださいって赤、青、赤だったな、確か赤、青、え、同じとこやってんじゃん、うまけんさん、ハゲハタ、え、これ大丈夫、え、え、え、ほう、ゲンさんじゃないのこれ、なんでどこをどう推理して私になる。ケンさんとハタサコ一緒にエレキに降りてきましたよね。うん。いや、私気がする。停電中。まあ、とりあえずハタサコの下位置が左下1番かな、天気のエレキの。私はハタサコさん一切見ていません。うん、梅ケンがずっとガチャガチャタスクをやっていて、うん、順番が、ガミさん、メイヤさんの順番で5番から6番の方に流れていった。で、その後僕下の7、8、9のところ、1、2、3か、1、2、3のところをガチャガチャやって、その時はたさこなかったんで、この2人がまず無理で、
戻ってまた5番ぐらいの時にピカさんが左側に流れていった、うん、走ったでその時に、うん、私も確か旗源とか見かけてるような記憶がある。停電中だったから定かじゃないけど、これ、うん、とりあえずサントスさん死んだんでガミウメローラーじゃダメなんですか。赤上さんかな、私の経路一応言っていいですか、疑われるかもしれないけど、はい、私7458ってぐるぐるタスクをやって、その後569アスタリスクアゲアゲタスクやって終わりです。でその間どなたともお会いしてません。え、僕とはしごですれ違ったの、明夜さんとはしごですれ違ったのは覚えてますが、はいはい、ぐるぐるタスクに行くまでに見えたのは明夜さんが上がっていって、私が同体目で降りただけです。畑徳さんがいたことも私は知りません。僕とケンさん最後会ってますよね。あ、梅ケンさんいたかも、うんうん、最後すれ違ってレポートなんで、まあ、とりあえず死体が死体の位置の方に行ったのはピカさん、ゲンさんだけど、その時系列がちょっと分かんないぐらい。アルマどこ？貨物脇、貨物ラウンジ、アーカイブ、昇降機右で、ラスト10秒くらい前にヌーン乗ってって最後ミーティングです。あと、あ、一応サントスさんの7人もあってシャワーに置いてきてます。だいぶ前ですけど、シャワー、いや、それは合ってる合ってる、シャワーにはいた、サントスさんは、うん、シェリフはいない、いない。まあ、初手でガミさん釣るしかないから。ガミさんになっちゃうから、うんうん。で、それは全然飲むので、梅健さんまではお願いします。で、梅健さんの白稼ぎのセルフまであると思ってるので。その場合ってガミさんしてで梅健さんと誰になりそう？まあ、初手が梅健さんで、今回はさっき出てきた源さんピカクロスさんになるんじゃないですか。聞いてると梅屋さん僕の前走ってるっぽいんで。いや、それだと梅ピカとか梅源だった場合って、梅健さんセルフするのって結構リスクあると思います。相方さん売ることになっちゃうから、梅健さんしてるから。じゃあ、サントスさん切るが梅健さんでとか。これは無理じゃん。これどこだ？まあ、基本シャワーに置いてきてるんだったら。シャワーに置いてきてゲンさんが下に行ってるんだったら、ゲンピカ梅って無理じゃね？ハタサコ蹴るには関われるけど、はい、ナイス。一個聞きたいのがさ、中野くんってさ、どのタイミングでパタパタ行ったの？停電のどれぐらいの時？いや、10秒くらい前だと思いますよ。停電は直さなかった？中野くんは。そのリアクター停電は直ってたかな、ダウンロード終わった後。直ってた？だったら多分、7高と対抗になると思う。対抗だね。絶対人外それだと。え、なんで？俺が停電直した後すぐ上に上がって、剣士も全く同じ動きで、そう、リアクター右から、アーカイブ入ってラウンジに向かってるので、中野くんが直った後にリアクター右でパタパタ行ったって主張なんだったら絶対に、ダウンロードをしていてでヌーンに乗ってるって感じです。どこのダウンロード？昇降機右です。ああ、じゃあ人外でいいと思いますよ。これ昇降機右のダウンロードしてした後に下ったら7個が配電盤の位置に行って合流して、じゃあ次行きますか。はい、あら、くん釣ります。あら、合わないパターンが絶対ない。すごい。あ、じゃあアルマス、エレキキルとかアルマさんになるのか。違うんじゃない、ガミさんなんじゃない。ガミさんがエレキキルじゃなくて、いや、私ね、診察に入るときにガミさんとすれ違った後に確か停電になってるからキルできないですよ。アルマくんに来たのか、エレキまで。すごいな、それは見えてないわ。入り込んだってことなのかな。まあ、マットメーターあるよ、ただ。え、これで終わらなかったら、おい、じゃあ次行きますか。いや、あると思うんだよね、初手がなんかさ。いや、キルタイミング他にもいろいろあって、キルしてないが、マットメーターあると思う。あるよね。了解、うん。あ、そうだよな。うん、おかしいよな。耐え。タスク終わらせりゃいいんだよね、このゲーム。このゲームタスク終わらせたら勝ちなんで。誰？おお、高田さん死ぬ。はい。はい、ミーティングはしごした。はしごした。あー、よかった、画面さんでは押してんのか、よかったよかった。ごめん、ボタン前待機連打。
ななこさん、あ、ま、ななこさんキッチンに残してコミューサボ待機しそうな時にピカさんがエンジンの方に行った。そうでコミューならなかった。そうだ、停電になる直前までななこさんコミュ前のとこいましたよね。あの、合ってる合ってる。その流れで合ってる。あ、そうだそうだ。でそこから武器庫の方に確か降りてって、うん、でその後行って発見なのでななこさんが違う。無理だよ、停電直してるから俺がそもそもね。名ピカ、名ピカに、梅健さんをコミュサボに置いてってボタンを押す所性があると思ったからまっすぐ行ってる。でボタン巻いたき連打。名ピカか。いや僕がそもそも多分金と関われないと思います。でもかガミさん確定インポスターだとしたら名屋さん結構ガミさんに突っかかった印象あるんですよね。うん、なんか私ど、はい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 、どこまで梅健さんのセルフを追うかどうかだよな。一回立ち返ってほしいのがまずエレキのキルがガミさんできないんですよ。で、今回ゲンさんが後追いで落ちてるからゲンさんもなくなるとエレキルの候補って梅剣はピカクロスだと思うんですよね。はいはいはい。だから私結構梅剣さんのセルフを追っていて。オッケー、じゃあもうガミちゃんにつかかったこともそうだなと思うんで、迷惑は白で弾く、うん、そうですよね、うん、梅ピカの卓でいいかなと。梅ピカで畑タカの2レポート。ね、梅健さんが陣外の場合はピカさんを所定でキルできないっていう必要がないっていうずっと俺は言ってるけど、はいはいはい、梅ピカの二陣外のつながりがない限り梅健さんがピカさんをあそこでキルできない人物に挙げた時点で梅健さんが白っぽいかなって思っちゃう。ね、それに関しては言ってる通り七子さんから証明が取れるはず。なんなら本来だったら七子さんからその白証明が出るはずなんですよ、麺屋さんとの情報を合わせれば。だから言い得なんですよね。でもそれって梅健さんして七子さんから出るかどうかって分かんなくないですか。いやいやいや、じゃなくて、状況的にその白が取れるんですよ。なんで、まあごめん、そう単純にボタン前待機でボタンを押してたって主張するんだったら俺停電もう3秒前ぐらいに直してるはずだから呼ばれてない時点でかなりピカさんが黒いかなって。なるほど、確かに。いやそんなことないはずだけど、それは若干違う。俺が停電直してキッチン入った後に本当に3秒、本当に3秒経った。じゃあごめん、2秒時間は経ってると思うよ。あの治ってからちょっと経ってる、うん、いや原産が遠いはきついって。すごい、メイヤさんのガミさんのやつがここに来て聞いてきた。おーそうだね、メイヤさんの疑わなくていいのが大きかったな今。おーナイス、なんでゲンさん釣られるんですか。釣られてね。いやーこれ本当に私旗のことが見えてなくて、ゲンさんじゃなかったらゲンさん釣ってたかも、マジで、うん、いや惜しかった、ね、シャワーで死んでるの。旗さんはどこで死んでる。僕エリキですよ、ちゃんと、うん、あ、そうだね、アメケのレポート言ってあって、ね、もう一人は誰がどこでしょ。私貨物、ちゃんとさんがシャワーに置いてきたって私言ったけど、貨物です。はいはいはい、ゲンさんとニッコニコで歩いてたのに。私じゃ本当映ってなかった。悲しい。ちょっと長野くん次行きますか。はダメだよ、それもう次。それ確定ワードだから。それ言われた瞬間にこうなんか心の荷が降りちゃうからさ。議論時間カットですよ。